地球征服を目論むマノン星人がガッツとティガに挑戦してきた。マノン星人はガッツのイルマ隊長を誘拐しようとしたが、駆けつけたティガにより阻止されてしまう。追い詰められたマノン星人は最後の賭けとしてティガに勝負を挑んできた。桜散る月の美しい夜、戦いの舞台は今静かに開いてゆく。